はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はアンジール、引くべきかどうか、強み弱み合わせて紹介していきたいなと思います。アンジールも引くべきかと聞かれたら引くべきと即答するユニットかなと思います。今回はそんなアンジールの強みと弱み、スプレッドシートにまとめてまいりましたので、皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。では早速やっていきましょう。アンジールの実画面というか、この画面を見ながら紹介していこうかなと思います。それがこちら。はい、ということで、こんな感じでまとめてみました。まずはですね、アンジールの最大火力というところなんですが、スーパー LB が高火力のユニットになっておりますが、ティーダの服を採用するとプラス1万入ります。3万5000。そこにですね、自身のスペシャルアビリティ使うことによって威力加算の3000、つまりは3万8000のスーパー LB となっております。ただですね、ここでティーダの服を採用してしまうと自身のスパトラ、採用することができなくなります。ザックスとの絆というのが固定値2000誇ってます。かなり高い数値ですよね。なのでどっちを取るかがアンジールの、ポイントとなってくるのかなと思います。続いて回数制限なしの防性89デバフ。こちらはですね、エッジの回数制限のアビリティとは違い、クールタイムで何度でも使うことができるアビリティとなってます。特にですね、煉獄降臨のような連戦クエストに関しては1ターン目に使って倒した場合、2ウェーブ目、次の敵に行ったらもう1回使えるようになってます。初めからリセットされるみたいなもんなので、そういったところも強みかなと思います。ギルガメッシュはバンのように高倍率のデバフは1回使ってしまうともう使えないというデメリットがあるんですが、そういうね、長期戦においても活躍できるのがこのアンジールのポイントかなと思います。また続いてスペシャルアビリティで雷マイナス 160%、 防性89デバフと合わせてすることができます。またスーパー LB を使って 150% の雷デバフを行うことができます。高倍率の雷デバフを2つ持っているような形となってます。続いて27ヒットのタッグアタックスーパー LB。 ヒット間隔はグループ16と遜色ありませんので、非常に扱いやすいチェイングループとなってます。ただタッグアタックというところを加味するとわざわざチェインさせる必要はないのかなとも思います。一人でチェイン役になれるのは本当に強みですよね。で、続いて単体疑似タクスというものがあります。これはですね、生配信でもありましたが、LB ゲージを6000使うことによって6000供給できます。割合での供給ではありませんので、6000以上配ることはできない。しかも全部1ターン 400% の捨てバフ、そして 300% の LB バフなんですが、1ターンということなので、基本的には攻撃するターンにこのアビリティを使うんですが、これを使ってバフかけるよりも自分で殴りに行った方が高火力のユニットになっているので、基本的には LB ゲージの供給役みたいなニュアンスが一番しっくりくるかなと思いました。続いて全体に機械キラー 160%、 特に強化をもらったわけでもなく 160% というパーセンテージ誇っております。またですね、回復タイプではないにもかかわらずプロテガとシェルがプラス2まで強化することができます。これ耐久面においてかなり大きいですよね。それぞれ確か 200% そして 50% のダメージカットが可能になるので超ありがたい。これは本当にめちゃくちゃでかいですね。耐久面においてグッドです。で、続いてステータスパッシブが優秀というところで、すでに180と100なんですが、どこがと思うんですが、この子なんとですね、トラストアビリティで 100% の LB パッシブを持ってます。さらに体験や剣プラス2まで強化できるのでプラス 100% になります。で、またこちらの LB は100、パッシブがブグパッシブが100ついていたりと、両手ジャマーのところで 100%、200% を持っているようなユニットになっておりますので、運命の覇者一つで簡単に完走まで持っていくことができるので、パッシブとしては非常に優秀な部類かなと思っております。またですね、トラマスの汎用性が高いというところになります。デスペル一部の強化弱体を敵味方全体消すことができます。魔法のデスペルとは違い、敵味方両方に使えるという点がポイントかなと。自身の弱体を消しつつというところが一番この汎用性の高さかなと考えております。
というのがアンジールの強みかなと感じてます。続いて弱み。弱みはクールタイムが長い、まあ、特にデバフアビリティに関してなんですが、まあ、ここはね予想通り3ターンというしょうがないとこだったんですが、まあ、1ターンどうしてもこう空白の時間ができてしまうようなユニットとなってます。なのでこの空白の1ターンっていうのが、まあ、本当4ターンクールタイム4ターンだったらもう継続的に89デバフができちゃうから、まあ、虫が良すぎるとは思うんだけど、このクールタイムが5ターンっていうのはちょっと長いかなと思いました。またですね MP 枯渇の懸念というところなんですが、まあ、アビリティ見てもらうと軒並み120を超えてなかなか高いアビリティになってくるので MP 回復が 8% だけで、貫突で960だと若干物足りないのかなと思ってしまう場面もございました。で続いてガチャする余裕がない。まあ、これに関してはやっぱりザックス追いかけに行っているので基本的にアンジールに回すラピスがない、まあ、ザックスで全部絞り取られるみたいな感じになるかなと思いますので、まあ、そこがねアンジールにこうラピスを回せない、まあ、デメリットというか、まあ、もうチケットかけらで、まあ、チケットね12枚で、まあ、交換するような形になってくるのかなと思っております。というのがアンジールの弱みかなと、まあ、ザックスがいるからこその弱みかなといった感じになっておりました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。皆さんが思うアンジールの強み弱みございましたらぜひコメントで教えていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。